八日駅は兵庫県矢部市洋歌町八歌座大森にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅。八服市の代表駅で特急を含むすべての客扱い列車が停車する。福知山駅が管理する JR 西日本の直営駅であり、一部時間帯に乗車券販売、改札を行っている。新温泉町の湯村温泉まで路線バスが乗り入れている。湯村温泉へは、 浜坂駅が最寄り駅だが大阪、京都方面からでは大回りになるため当たり駅から路線バスを利用するのが一般的である。明治時代春工の古選橋ホーム短式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ対比、行き違い可能な地上駅。駅舎は短式の3番ホーム側にあり、島式の1.2番ホームには、 古戦橋で連絡している。改札のうち、外に推薦式便所がある。夕方以降は、無人駅になるため、ワンマン電車は夕方以降に到着する電車において、車内収受になる。2021年3月13日から、アイコカ等の全国総合利用サービスに対応した、交通系 IC カードが利用可能となっている。一番乗ればが、上下副本線。 2番乗り場が上り本線、3番乗り場が下り本線となっている。基本的には2.3番乗り場に各方面行きの列車が停車する。2010年3月12日までは当駅で、福知山方面の上り普通列車が、特急、木の先の待ち合わせを行う運用が1日1回、設定されていたが、翌日の改正で、和田山駅で行うように変更された。なお、 一番乗り場は、福知山方面で一部の列車が使用する。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は556人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前は、田島地域におけるバス交通の拠点となっていて、全ただしバスが運行する田島各地域へのバスが発着している。特急、河野鳥。 木の先、浜風の隣の停車駅は、隠れ車記事を参照のこと、ありがとうございます。